サンロレンソ記念碑1号。代表的な巨石人東造オルメカは、紀元前1200年頃から紀元前後にかけ、千古天気のメソアメリカで栄えた文化、文明である。アメリカ大陸で最も初期に生まれた文明であり、その後のメソアメリカ文明の母体となったことから、母なる文明と呼ばれる。オルメカ文化が栄えた領域への字に曲がった口は、ジャガーを象徴している。 ハラーパのベラクルス州立人類学博物館像。オルメカとは、ナワトル語で、ゴムの人を意味し、スペイン植民地時代にメキシコ湾岸の住民を指した言葉である。巨石や宝石を加工する技術を持ち、ジャガー信仰などの宗教性も有していた。その美術様式や宗教体系は、マヤ文明などの古典キメソアメリカ文明と共通するものがある。 オルメカの影響は中央アメリカの中部から南部に広がっていたが支配下にあったのは中心地であるメキシコ湾岸地域に限られたその領域はベラクルス州南部からタバスコ州北部にかけての低地で雨の多い熱帯気候のためたびたび洪水が起こったしかし河川によって肥沃な土地が形成され神殿を中心とした都市が築かれたオルメカの文化は 出土するるな石像に現れている人間とジャガーを融合させた心臓は彼らにジャガーを信仰する風習があったことを物語っている。祭司上では儀式としての球技が行われ、その際には人間が生贄として捧げられた。また絵文字や数字を持ち、ゼロの概念を持つなど数学や暦が発達していた。特徴的な美術としては巨石人頭像や ベビーフェイスと呼ばれる石像が挙げられる。大きな石彫りだけでなく、翡翠のような宝石を使った小さなものもあった。巨石人頭像は、大きいもので3メートルもの高さがある巨大な石像である。胴体は存在せず、頭部だけが作られたものと考えられている。左右に広がった低い鼻や厚い唇といった顔立ちは、ネグロイド的ともモンゴロイド的とも言われる。 ありがとうございます。